ルナナ缶発売記念としまして特別編をお送りします。今回は作者の豊太郎先生に来ていただきました。 V ジャンプでドラゴンボールスーパーを連載している豊太郎です。よろしくお願いします。12月3日に発売した最新17巻では悟空とベジータそしてグラドロの激しいバトルが繰り広げられます。はい、今回は、新刊に収録されている生産者グラノレ編に関する皆さんから寄せられた質問に豊太郎先生に答えていただこうと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、質問は、本サイトで先月まで募集していました。皆さんご応募ありがとうございました。ありがとうございました。では早速、はい、最初の質問から、答えていただこうと思います。はい、はい、ではまあ最初の質問です。はい、一番好きな技は何ですか？まあ、ドラゴンボールの技でいうとやっぱり分かりやすいんですけど、うん、カメハメハが。ああ、まあそうですよね。まあ、ネーミングといいポーズといい、うん、まあ、受け継がれた亀仙人から受け継がれた技といい、はい、まあ、そうですね、はあ、やっぱカメハメハに勝る技はないかなとは思うんですけど、まあ、すげえ真似しやすいですもんね。そうですね、あ、もう発明だと思います、うん、溜める動きと出す動きと、はい、基本はやっぱそれがあって他の技も全部こういう溜め方でこういう風な打ち方っていう、あ、まあ、そうですね、あれが全ての始まり、うん、ちなみに一番好きなカメハメハのシーンとかあるんですか？はい、なんですかね、なんかベジータ戦のやつはかっこよかったですけどね。あの海王拳出しながらこうやってギャリックほど、はいはい、ただ変わり種で言った瞬間移動カメハメハのセルの時のやつもあれもかっこいいですよね。確かにあれ裏取ったやつですよね。はい、足の裏から出すも面白かったですけど、ね、あ、そうですね、それもカメハメハ何回みたいなのがありましたよね。あのナメック星でこう水中で放って早期弾みたいに操るカメハメハ、あれもカメハメハって言ってたんで、これもカメハメハなのっていう驚きありました、ね、あれもカメハメって言ってましたっけ？カメハメハって出してましたね。あ、で2個出したんだ。はい、出して1個ずつ装備弾みたいに上げてたんですよ。はい、あれカメハメハって一体カメハメハの概念って一体何っていうところがありました、ね、でも普通の気弾とはやっぱ違うんじゃないですか？そうですね、なんかこもってるものというか、なんかまあいろいろな形があるんだなと思って、うん、面白いですね。まあ好きですね、やっぱ一番、はい、はい。じゃあ次の質問です。一番好きな悟空の状態は？はい、やっぱり今の流れでいうと最強状態である、はい、まあ、身勝手の極意の、うん、まあ、あの金髪の方というか黒くない方が一番好きかなと思うんですけども、はい、それはやっぱ一番強くて一番かっこいいっていうのはあるんですけども、ただ書いてる上で正直いろんな表情がつけられるのはどちらかというとブルーだったりするんで、はい、実はブルーの方が書いてては、うん、あの楽しいというか、あ、そうなんですね、はい、あの身勝手の悟空は本当最強形態なんで、うん、あんまり顔歪めたりと か, かあの苦戦してるシーンって、うん、まあ、あんまり描いてないんですよ。そうです、ね、まあ、描きづらいんですよ、身が最強形態ゆえに、うん、ちょっと結構神秘的な感じもありますもんね。身勝手の悟空になるその心理状態が心を穏やかにしてるっていうのが基本なん で,、うんうん、でそこであんまり激しいバトルで顔歪めたりとかできないじゃないですか、うん、なんで描いてて楽しいというかワクワクするのは実はブルーだったりはするんですけど、うん、まあでもどう考えても最強形態の方がやっぱかっこいいと思うんで、まあそうっすよね、一番好きっていうとやっぱ身勝手かもしれないですね。はい、では次の質問です。次は結構多く寄せられたんですが、まあ、イラストについての、はい、絵の描き方に関しての質問が結構来てまして、はい、まずは一つ目、はい、描いていて一番楽しいキャラクターを教えてください。毎月毎月いっぱい描いてる、ね、そうですね、楽しいキャラクター今描いてる部分でいうとやっぱベジータかなっていう感じですかね。闇というか過去を抱えた存在なので、うん、それがこう動いていくっていう心情のこう変化みたいなの、うん、まあ、成長ですかね、成長を描けるのがベジータなんですよ、うん、あ、まあ、サイヤ人としてのその過去を背負ってるんですからね、はい、まあ、悪人だった過去を背負ってるっていうところで成長を描けるんで、うん、まあ、描いててこう心情が変化していく楽しさみたいなのは、ね、うん、逆に悟空とかはもう最初から善人というかいいやつで、うん、何か深い考えがあって戦ってるわけじゃないんで、はい、まあ、それが悟空の魅力なんですけども、うん、ただこう細かい心理描写みたいになってくると、うん、ベジータのほか今は今描いてる流れのところはそうですね、うん、まあ、ただまあ何ヶ月か経ったら別のキャラクターが楽しくなってると思うんですけども、はい、ちなみに絵を描く上で一番なんかこいつが楽っていうか楽絵としては楽しいなみたいなのあるんですか？楽は楽でもやっぱりベジータの顔のベジータというかまあスーパーサイヤ人になった顔ってみんな一緒じゃないですか、うん、あの正直その基本ベースは、はい、そうですね、はい、まあ、細かいその輪郭の長さとかで
多少は悟空とベジータの差は ついてはいるんですけども、はい、うん、やっぱあれが一番描いてるんで、うん、あの顔が一番描きやすいです、ね、描きやすい、はい、あんまり描かない目とかのキャラクターもいるじゃない、まあ、グラノラもそうですけど、はい、グラノラはそんなことないか、まあ、エレクがそうかな、うん、エレクとか、はい、あんまり今まで描いてきてない目とか鼻とかしてるとやっぱバランス取りづらくてちょっと苦労はしますね、うん、まあ、引いた系は結構髪型も難しそうですね。そうなんですね、髪型もね、あのちょっとドレッドヘア失敗したなと思うぐらいそうなんですか、はい、あの検証になるぐらい、あのこうちょん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 この細かい線を入れないといけないからあれ失敗したなと思うぐらいちょっと描くの大変だったんですよ。あ、そうなんですね、はい、でちなみにあの描くのが一番辛い一番苦労するキャラクターも、はい、何ですかっていう質問も来ていて、その、はい、その流れで言うとやっぱりエレクですね。エレクなんですね、はい、やっぱ目が難しいですね。あと鼻も単純な悟空の鼻とは違ってちょっとわし鼻に近いイメージで描いてるんですよ。あ、じゃあちょっと下に垂れてるとか、ね、そうですね、まあ、完全なわし鼻ではないんですけど、うん、悟空みたいに上に悟空とかベジータみたいに上にツンと上がってる形ではなくて、ま、はい、うん、っすぐかもしくは若干下目みたいな雰囲気では描いているんですけども、はい、まあ、やりすぎちゃうと別のキャラになっちゃうんで、うん、その辺のバランスが難しいですね。あと自分で決めといて、パーツも多いですもんね。そうなんですね、まつげがしっかりしてるとか、はい、まだね、バランス取れてないなと思いますね。あ、そうなんですか。なんかデザインした本人がなかなか難しいもん、自分で決めといて、うん、そうですね、一番苦労しちゃってますね。あと、女性キャラを描くときに気をつけていること、はい、これも結構、質問の中に多かったんですけど、はい、泣きとかありますし、はい、なんかあります？そうですね、やっぱり基本は可愛らしく描かなきゃいけないんですけども、うん、あんまり女の子って実は描いてこなかったんで、まあ、可愛さって難しいですよね。かっこよさ以上に可愛さって出すの難しいなと思ってて、手一つ取っても女性だって分かんなきゃいけないんですよね。あ、その細さとかですね。そうなんですよね、うん、ただちょっと気抜くと 手とか腕とか、うん、いつもの描き方で男みたいに描いちゃってる時があって、うん、ああ、そうだそうだ、マキ女性だ女性だって言って手の雰囲気をもっと柔らかくしたりとか、はい、気使いますね、うん、はい、ただまあちょっと、まあ、マキはちょっと若干セクシーな衣装を着てたりもするんで、そのスカとか、はいはい、ちょっとまあその何ていうんですか、可愛らしさにエレガントなセクシーさみたいなのをうまく表現していきたいなと思ってますけど、うん、うまく出せてるかは。気をつけてる点で言うと、でその細く描くっていう、そうですね、線が可愛い、実は線が全部違うっていう男とは、うん、本当は顔の骨格も輪郭も全部違わなきゃいけないんですけど、うん、本当気を抜くと多分同じに描いちゃってるんで、結構やっぱ難しいんですよね。難しいですね、やっぱ女の子はあんまり得意ではないですね、やっぱり、でもう一つ、結構具体的なあの質問が来てるんですが、はい、キャラクターの右向きを描くのが苦手っていう方からも質問来てまして、はい、どうやったらうまくなるのかっていうことなんですが、はいはい、だいたい右向きが得意っていう人、多分漫画家さんでも皆さん多いと思うんですけども、はい、だいたい皆さんやってる手法としては反転して描く、うん、例えばデジタルでもまあ、アナログの、紙に書いたやつでもトレース台っていうのに載せて、うん、後ろ側にして、うん、で間違ってるところを直すみたいなのをやって、じゃあまずは得意な向きを書いた後に反転して、ね、はい、苦手な方向を、まあ、得意な方向を書いてそれを逆にしてっていうので、うん、やると綺麗に書けるとは思うんですけども、はい、それをずっとやり続けちゃうと、永遠に左向きが書けなくなっちゃうので、うん、左向きが書けるようにできるだけ反転させるのは最後に取っておくという感じで、うん、できるだけ左向きを書いて、うん、最後の最後に反転させて間違ったところを直すっていうのを繰り返していくと、おのずと両方とも上手に書けるようになってくると思うので、うん、そんな感じでチェックしてみてはいかがでしょうか。まあ、頑張って書くってことですよね。そうですね、はい、了解です。はい、次の質問なんですが、最新17巻で初登場したある設定についての質問となります。ネタバレが嫌な方はちょっとの間見ないようにしてください。次はバーダック関係の、はい、質問になるんですが、はい、まあ、バーダック登場したじゃないですか、はい、今後もバーダックは出続けますかっていうまず質問です。はい、まあ、ストーリーに関してはなかなか答えづらいんですけども、そうですよね、まあ、バーダックが大きく今回の話に絡んでるっていうのは間違いないんで、はい、うん、皆さん期待して待ってていただければと思います。お、じゃ今後も出るかもしれないし、ただまあ重要なキャラクターというのは、はい、重要なキャラクターは間違いないです。どんな出方でどんな話に絡んでくるかというのはちょっと先のことなんで言えないんですけども、はい、まあ今回のグラノラ編のキーパーソンになっているのは間違いないんで、うん、はい、期待してていただければと思います、はい。
でバーダックに関してもう一つ質問が来てまして、バーダックを出すことになった経緯を教えてくださいというのもあるんですが、はい、まあ、僕もちょっと前にフィギュアの監修かなんかしたこともあったりして、はい、うん、やっぱり、バーダックっていうのはやっぱり特別な思い入れがあって、うん、やっぱストーリーにメインのストーリーの方に絡めていきたいなっていうのは実はずっと前から思ってまして、うん、でまあ、基本はやっぱり悟空が主人公なの で、うん、でバーダックはもう過去の人でも死んでる人なんで、うん、サイドストーリーとかなら可能だけどメインのストーリーで絡めるのは難しいのかななんて思っていたんですけども、うん、ちょっとバーダックを絡めてうまい話ができないかなっていうのをなんか考えさせてもらって、うん、で先生に見せたところ一応出せそうなお話でお返事いただけたので、うん、よっしゃっていう感じですね。よっしゃ、はい、で豊さんが描いたイラストを元にしたフィギュアあったじゃないですか、はい、あれめちゃめちゃかっこよかったですもんね。そうですね、僕もやっぱり思い入れがあったんでかっこよく描きたいなっていうのと、謎じゃないですか、あんまりほとんど語られてないんで、あ、バーダックに関して、はい、そうですよね。なんでどういう男でどういうやつだったんだろうっていうのはやっぱ皆さんも知りたいところだし僕も知りたいところなので、はい、できるだけそのどういう男だったかっていうのを鳥山先生から引き出して、うん、はい、かっこよく描いていきたいかなと思ってます。念が叶ってついに出せた、ね、っていうことなんですね、はい、はい、では続いての質問です。今回生産者グラノレ編で登場してベジータの新形態、はい、わがままの極意、はい、これは豊太郎先生が考えたんでしょうかという質問が来てます。はい、実際、はい、ネーミングとデザインを考えたのは僕です、うん、はい、で先生に提案させていただいて OK をいただいたというような流れになっております、うん、はい、これわがままの極意ってどういうふうに考えたんですか、はい、名前、まあ、ここも実は内田さんとそう結構お話しさせてもらって直球すぎるんじゃないかっていうところはあったんですけども、まあやっぱり身勝手に対してまあ同じような意味でかつ裏の意味というか、でまあわがままっていうのが一番合ってるだろうっていうことで一応わがままの極意で、でまあ身勝手の極意っていうのは日本語の身勝手の極意っていうのはわがままの極意、わが身勝手もわがままも日本語的には同じ意味なんですけども、はい、なんか文字面というか文字の別の読み方をすると体が勝手に動くっていう風に解釈しているのが身勝手の極意だったんですよね、うん、に対してわがままって、まあ、日本語の身勝手と同じ意味なんですけども、うん、文字をよく見て分解してみると、うん、自分の思うがままに動くっていう意味にも取れるじゃないですか、うんうん、本来日本語が持ってる意味は違うんですけど、うん、だから同じようなこう分解の仕方で、うん、別の方向に要は体が勝手に動くのと、うん、自分の思いのままに動かすっていう全く別の意味になるっていうのがやっぱり面白いなと思って、うん、ちょっと直球すぎるかなっていう懸念もあったんですけど、うん、わがままの極意とかやっぱり一番面白いし、うん、まあ覚えてもらいやすいのかなって思ったので、うん、まあ、対極にある存在として、うん、わがままの極意を考えさせてもらいました。お、あとデザインですよね。では、はい、眉毛がなくなって、うん、ちょっと独特のオーラが出て、はい、あれはやっぱ結構あれですか、破壊神ピルスをイメージしたりとか。そうですね、あるんですかね、はい、一応天使が使う技のが身勝手の極意ということ で、はい、でそれに対して、破壊神が使う技で、うん、わがままっていうことなんで基本はピルスの雰囲気に近づけるっていうのが基本の流れですね、うん、はい、なんでまあ、先生が意識したかどうか確認してないんですけども、うん、身勝手の極意の髪が銀髪になってるのは、はい、まあ、ウィスが白髪だからなのかなっていうのがなんとなく、まあ、ごめんなさい、これは確認してないんで分かんないですけど、はい、なんでベジータも、まあ、ウィルスによるとしたら、うん、ああいう感じかなっていうイメージですね、はい、ちなみにまだ色に関しては、はい、どこにも出ていないんですが、はい、ついにね、はい、今月開催されるジャンプフェスタ2022で公開されるんですよね、はいはい、別にそこで公開しようと思ったわけじゃないんですけど、はい、今までカラーイラストを描く機会がなくて、うん、そこが一番キンキンのカラーイラストになったんですけど、はい、そこで出てくるサイン色紙の絵が、はい、もしかしたら初お披露目ですよね、なっちゃう、はい、ということでジャンプフェスタ2022でついにベジータのわがままの極に色が公開されますので、そちらを楽しみにしていてください。で続いてが最後の質問となります、はい、結構マニアックな質問なんですが、はい、まあ、最近銀河パトロール終始編で、まあ、いい子とか
いっぱい出てきたじゃないですか、はい、なので他にも登場した銀河パトロールの、はい、その名前を教えてくださいっていうのが来たんですが、はいはい、これ名前ってもう決まってるんでしたっけ、ですね、まあ、数人は決めてたんですけども、はい、この質問いただいたんで、はい、せっかくなんで13巻の裏側のカバーの下の下の段に銀河パトロール隊いっぱい書いたんで全員発表しようと思います。じゃあ早速ですが名前の発表をお願いします。はい、まさかさっき決めたわけじゃないんですけどまあ、これはあのもう劇中に出てきてます、はい、これがカラミスです。あ、カラミス、カラミス、はい、でこれは本当にまさ昔から決まってました。これ目指しっていう名前で、でもこれ目指しっていう名前、目指し、はい、それ作中出ましたっけ。あ、作中には出してないです。あ、はい、初公開。あのどこで出してもいいなと思ったんですけど呼ぶシーンがなかったんでこの目指しは結局誰にも呼ばれずに、はい、悲しい終わっちゃったんですけど、はい、でこれは出てますね、イリコっていう名前で出てます。一番メジャーな、はい、ベジータ旅しましたもんね。そうですね、悟空が呼ぶシーンもあったりとかします、はい、イリコなんつって。なんで、それ以外を、さっきじゃなくて前から決まってたというかさっき決めたというかなんですけどイリコの横から発表していきます。これがカイヒーモです。カイヒーモ、はい、でこれが、はい、上がエイヒーレで下がフカヒーレです。フカヒーレ、はい、はいはいはい。で隣のこの斑点があるやつ、うん、こいつがボーダーラです。ボーダーラ、はい、すごい名前ですね。でこの2人が上からカツブシと煮干しです、うん、美味しそう。はい、カツブシと煮干しはこれは銀河パトロールじゃなくてあれにあの銀河刑務所、あ、銀河刑務所の2人なんで正確には銀河パトロールの単位ではないんですけど、はい、この2人がカツブシと煮干しです。でその隣がサケトウバですね。サケトウバ、はい、これもお酒に合いそうですね、はい、でその隣のこのもうだんだん小さくなっちゃったんですけど、うん、これがあれ、これがシシャンボですね。これシシャンボ、はい、はい、あ、やばいよ一人足んない、一人決まってないですね。あれやばいな、これはここにもいたな、はい、これがじゃあドライフィッシュで、はい、これがちょっとどうしようかな、急にかっこよくなりましたね。これそうですね、ドライフィッシュにして、で一番最後の一つ目のこいつを、うん、こいつはまだ名前ないです。はい、以上です。名前ないやつもいるってことですね、はい、それはしょうがないです、はいはい、そういうことになりました、はい、というわけでここまで豊太郎先生にさまざまな質問に答えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、改めて発売中のドラゴンボールスーパー17巻、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは以上、今週のウィークリードラゴンボールニュースでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。